はい、おはようございます。あー、水はないね、相変わらず。ほんとね、めっちゃ寒くなりましたね、急に。長袖のね、季節がやってきましたよ。もう半袖で外出るのはね、ちょっときついですね。これ着んのも久しぶりやな、ほんまに。いつぶりやろ。まあ、つい昨日ですね、日刊スパっていうところの取材を受けてきました。このフリーライターの人とか編集の人とかがもう直接僕の家に来て、僕はここに座って、それでインタビューを受けたりとか、写真撮ってもらったりとか、もろもろしたわけですけど、雑誌の方にはね、もうならないみたいなんですけど、ネットの方にはですね、掲載されるみたいなんですよ。日刊スパで検索したら。多分そのうち出ると思います。まあ普段動画の中で話してるような内容を改めてね、お話ししたぐらいなんですけども、もしよかったらそっちの方も見てください。またね、ネットの方に公開されたですね、その URL とかもですね、僕の概要欄とかにそのうち貼ろうと思うんで、もしよかったら見てください。さて、今日の仕事なんですけども、朝から昼も普通に仕事はあるんですけど、動画にしようと思うのはちょっと夜からの仕事なんですよ。夜からですね、スズメバチの巣の駆除っていうやつにね、ちょっと行くことになりました。まあ夜のね、ちょっと暗い時間になったら、外あんまり飛ばんようにやってるわけなんですよ。活動がちょっとね、おとなしくなってるわけなんで、その時間帯を狙ってですね、蜂の巣をね、ちょっと駆除してこようかなと思っております。じゃあそんな感じで今日も頑張っていきます。お疲れ様です。もう夕方なんですけども、スズメバチの巣の駆除、これに行きます。場所は熊谷の方なんでね、1時間ぐらいなんですけど、早速行こうと思います。ライトの先ぐらいにあって、はい。はい。承知しました。じゃあちょっと見させてもらって、はい、すいません。生活とか。いえ、とんでもないです。はい、赤目とか、その、化粧切ったりしないとか。全然、それはもう。形とかも大丈夫です。大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。それもない。あ、いた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 。来ました？あ、ほんとだ。20センチくらい。手のひらくらいの。そうそう、バレーボールなんで。あ、バレーボールくらい。はい。ほんとだ。びっくりなところに見えてないんで。確かにもう、結構立派な巣ですね。こうやって入り口で見張ってるは見張ってるんですけども、はい、もうほぼほぼが巣に入ってる状態なんで。蜂たちと目合ってますわ、今。3匹ぐらいが一気にこっち見てますね。で、次。これが、目の前なんで。蜂の巣ジェット。そう。もう、シューッと吹きかけるだけ。はい。これが、入り口塞ぐやつですか？そうです、そうです。ムースで。ああ、それで入り口塞ぐんですか？そうです。で、その後それでジュッとやるんですか？そう、穴開けて、別にこれでもいいですけどね。全然、穴をプシュッと開けて、プシューッと吹き込むだけなんで。うん。あ、ほら、出てきた。出てきた、出てきた。ほんと出てきた。ムース、ムース。ムース、ムース、ムース、ムース。感じてなくなりました、はあ、完璧です。あ、こんな感じです。中見てみますか。もう死んでるんで、はい、大体30センチぐらいかな。でかい。バスケットボールでしたね。バレーボールじゃなかった。すいません。もう近くに寄れなかったんで、もう、そうですね、やっぱ危ないんで。そうですね、はい、そこだけ、はい、全然なくなってるような感じで、はい、じゃあ道具片付けるの終わったらまたご連絡しますんで、はい、はい、お願いします。ライトもありがとうございます、はい、助かりました。はい、ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。便利屋っぽい仕事でした、今日は。まあいいですね、こういうのは。本当に夜動けるのも便利屋の醍醐味ですね。
そうっすね。夜どこでやってたんですか。夜っすか。はい。逃げた猫を探すとか。すげえ。すげえ。見つけたら、蜂を見たら、皆さんに追ってもらって、6カ所くらい潰したんですよ。すごいですね。それは素晴らしいですね。なんで、あ、これで落ち着くねなんて夏越えた頃になって、この先週の金曜日に、はい、あれ、ずいぶん蜂があって多いんだけど、つって。じゃあ月曜日に見とくよ、つって、うん、ずっと全部一通り見て、あそこに過ごさない。すみません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですかね。はい、すみません、わざわざ。いやいや、すみません。ありがとうございます。他のところで今日現場だったんですね。あ、そうなんですか。また何かあれば何でも。またよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ワンダーステージ。あー、うまそうやね、本当にもう。これだけで、カジュアルじゃん。いやー、蜂の音のステーキ、いいっすね。いや、間違いない、間違いない。いただきます。うん。はい、お疲れ様です。今日もこれ、鮭を焼いたやつと、あと野菜炒めを食っていこうと思います。うまっ。あ、うまっ。いや、最近はですね、ちょっと白ご飯を抜いてるわけですよ。まあ、全然食いたいんですけどね、ちょっとね、なんか腹が出てきたなっていうのを感じ始めてですね、まあ、ダイエットではないですけどね、腹だけは引っ込めたいなっていうところで、炭水化物をね、ちょっと抜いてみて、で、どう変わるかっていうのを見てみたいなっていうことでね、よく言われるじゃないですか、炭水化物抜いたら痩せるみたいな。うん、まあ、詳しいことはよくわかんないですけどね。いや、10月に入ってですね、いろんなスケジュールというのはね、どんどん埋まってきました。うん、喜ばしい限りです、それは。すごくシンプルなチラシをですね、阿行市全域に配布してる途中なわけですよ。先週にそのポスティング業者っていう、チラシをね、配布してくれる業者に持って行って、その人らがね、今、この阿行市でどんどんチラシを巻いてくれてるわけですけど、それが1週間経って、もう今の時点で電話がもう5件か6件ぐらいかかってきてるわけですよね。このチラシをね、ポスティングした後の反響が返ってくるのって、もうちょっと後かなっていうふうに思ってたんですよ。それはあの、便利屋の知り合いの人、同業者のね、人とか、いろいろね、そういう話とかするわけですけど、やっぱそういう人から聞いたらですね、まずあの、ポスティングを一気に何万枚って巻いた後は、その月はですね、そんなに反響はなくて、その次の月、またその次の次の月とかにどんどん反響が出てきて、もう予定が埋まってくるみたいな、そういう風に聞いたわけですよ。今の時点で結構予想以上に電話かかってきてるんで、これがですね、来週、再来週とかね、来月とかにあってね、もっと反響が返ってきたら本当にすごく理想的なところなんで、どんどんチラシの方も成果出してほしいなと思いますね。本当にこの辺がですね、なんか、たるんできてるというかね、本当にね、なんか上半身裸になって、もう鏡に向かってちょっと横向きになるじゃないですか。そしたらもう、やっぱ腹のところぽっこりなんか出てるような感じになるんですよ。その横からのぽっこりが、まあ人間年取ったら誰でもなるもんなんかなとまあ思うんですけど。まあこの伐採の仕事であったりね、この今日みたいな蜂の巣の駆除みたいなこともね、新しいこととか今までできやんかった仕事とかもどんどんやっていこうかなと思ってるんで、その辺でね、お困りの方々がいましたらね、ぜひともご連絡いただければと思います。ということで今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンやっててください。それでは、お疲れ様でした。